はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は水着の情報が出ましたということで、水着の情報について見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速見ていくんですが、今回はなんと8月17日の月曜日から始まるという形です。だいたいなんか3週間ぐらいあるのか、結構長い気がするんだけど、長いですね。それぐらいあるという形です。で、配布はなんとグビジンでしたね。まあなんかグビジン来そうだなっていうね、メガネ属性で来るんだろうなと思ってたら本当に来て、あ、来たんだみたいな、あー、これでやっぱりネタ枠に入るんだなみたいなそれ以上言うのはやめておきましょう。ということで、まあグビジンランサーが正式加入できますよということで、8月17日の18時から9月7日の12時59分までありますよという形です。で、まあ、CM 見てくださってる方だったらわかるかなと思うのですが、ピック2のサーバントも公開されました。はい、まあそれによって俺はもう、いや、もう、おいおいってやつですね。まあアビゲイルと、紫式部はいたんですが、あと一人誰かちょっとわかんない子がいたって感じですね。まあそれがちょっと気になるなー、どうなんだろうなーっていうのがポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、まあこのままパーっていくんですが、昼と夜が変わりますよということで、まあ前回、じゃあ前々回か、2017年のハワイあったと思うんですが、そのイベントに似ている何かなんじゃないかなと思います。まあこれに関しては後々解説動画上げていこうかなと思うんで、気になる方はそちらご覧ください。で、そのままパーって見ていくんですが、まあ今回グビジンこんな感じですね。うわ、なんかコウ様っぽいやつがなんか乗ってる、かわいい。で、グビジンに関しては正式加入は8月24からなんで、そこだけ注意してください。で、メインクエストは新しいストーリーを特定日時に解放ということで、次元式となっております。8月17日は18時と20時に第1節と第2節で、おお、そういう系か、朝10時と20時更新。うわ、なんで20時更新なの、18時更新が嬉しいっていう願望もあったりするんだけど、まあそこら辺から更新されていくっていう形ですね。で、イベントに関しては8月24日まであるということで、相当長い、まあ1週間かけてゆっくりやっていくっていう形になるかな。まあそこら辺はのんびり周回しながらやっていこうかなとか思ったりしております。で、いずれのクエストも9月7日には終了するねってやつですね。で、イベントクエストに出現するレアエネミーについてということで、またレアエネミーが出てくるっぽいですね。今回合計5枚装備した場合には出現率 100% にすることが可能ということで、まあこのイベントレースを使っていくと、まあミッションとかがクリアしやすいんだろうなーって感じかな。で、ミッションの進め方に関してはいつも通りのミッション形式となっております。特定のエネミーを倒すなど、さまざまな条件があると書いているんで、まあこの霊装に関してもわりかし必須レベルになるかもしれないね。ただレアエネミーということはワンチャン QP が美味しい可能性がある。それはすごいいい点かなと思います。まあ本当に QP が美味しいかわかんないけどね。で、次、カルデアの魔術霊装が追加されますよと、カルデアパスファインダーやめよう、違うゲームが出てきた。これが追加されますよということで、どういう性能なのかはわからないんですが、まあ性能が出次第いろいろと解説していこうかなと思います。で、霊解放権4種を手にしようということで、お、マシが新しい水着になる、なるの、あ、マシのバージョンが 0.2 になるんだ。へえ、いいな、これかわいいな。あ、こっちの方が好きかもしれない。まあ、あの、それが、追加されますよって形ですね。まあ、これに関しては、霊解放のところで素材入手するのと、イベントのクエストかな、いくつかの条件を満たす必要があるって書いてるんで、クエストをクリアすることで、マシュと、エミヤ、ラン両方、シグルドの水着じゃないね、レイカー封建が解放されるという形になります。星4ラン両王のレイにメガネはつけておりません。なんかいつか簡易レイで来そうな気がするね、ライニングライに。で、お得な攻略方法その1と、グビジンの強化成功率が、強化の経験値が2倍になってますということで、まあこのイベント中にとりあえずグビジンに関してはレベル最大にしておけばいいかなと思います。で、お得な攻略方法その2、絆ポイントと攻撃力アップがあるよということで、
ムビジンとか、シグルロ・ラン・リョウ・エミやアルトリア・キャスターも入るの？へー。そうなんだ。で、まあ、それ以外の水着キャラクターの子も、一応特攻とかいろいろ入るよということです。まあ、イベント周回したいとか、楽に周回したい、もしくは、まあ、絆効率上げたいって方は使っていくといいんじゃないかなと思います。で、お得な攻略方法その3。ハイド。なるほどね。チェーンソーオブザデッドだった場合、レアエネミーの出現率がアップ。で、ハイドハンターに関しては自身の攻撃力がアップって感じか。まあ、高難易度に関してはこの特攻レースをつけていくと多分簡単に攻略できるんだろうなとか思ったりしております。で、次、ガチャ限定の概念レースですね。今回は、なるほど。まず、ハニーレイク。グビジンじゃない。陽気比。で、清少納言の星4。そして、サロメの星3。で、男性に関しては、オデュッセウスに、ベオールフ。そして、団長、アキレウス、リカルド、キントキ。これ、始皇帝？ちょっと見にくい。後々ちょっと拡大して見てみましょう。まあ、それが出てくるよって感じですね。で、チェーンソーオブザデッドに関しては、あ、これスキルマにすると NP50% チャージになるじゃん。で、非クリティカル発生耐性 5% アップ。なるほどな。アーツ性能が 10% になって 10% ぐらいなのかな。ちょっとこれはとつってみるとわかると思うんですが、ちょっと気になる例そうだね。で、ハイドハンターに関しては、NP 獲得量アップとクリティカル威力はアップ。そこからスター15個獲得。いいね。これに関しては、できたら2枚とつっておくといいかなと思います。まあ、あれだね。新両玉と、カラミティジェンっていうレースか。で、イベントのコマンドコードは、ホー、ロイヤルバニー、Q、または、アーツ、バスター。あ、なるほどね。ほう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 。これちょっと気になるレースなの。どういう感じになるかちょっと気になるね。で、星4が、刻印されたカードの攻撃時に自身の非強化成功率を 20% アップ。あ、これいいじゃん。これ使うことで、宝具確定でできるってこと考えたら、違うね、スキルが確定で打てるってこと考えたら相当優秀なんじゃないかな。いいね。で、第3スキルが刻印されたカードの攻撃時に火傷状態を300ダメージの3ターン付与の、クリティカル力を 5% アップ。なるほどね。まあ神樹菜とかもしくは陽気比につけてあげるといいのかなと思います。で、グビジンの説明ですね。で、まあいろいろあると。で、イベントアイテムの交換霊装なんですが、霊解放剣と星5概念霊装、悠久の実、爪、貝殻が入っていると。で、星4霊装に関してはかけらがある。これいいね。かけら、氷、マガタマ勲章、星さんが霊とオーロラ鈴胸骨ということで、今回交換素材めちゃくちゃ美味しいね。必ず全部交換するようにしましょう。めちゃくちゃいいと思います。で、終わり。あ、ガチャ情報はなしというお話ですね。はい。で、まあちょっと一回まあ話戻るんですが、アビゲイルと、紫式部、そして謎のなんかわからない子に関しては、まあ来るということで、まあピックアップ1、2もある程度警戒しといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ特に俺はアビゲイルが来たことによって、もう死は確定されたというのにもあったりするんでね。うん。今から5万円ぐらい課金していきたいなと思います。はい。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してくださったら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。Thank you.